はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきたいと思います。追撃戦になるんですけれども、ちょっとね、前回で粘石とかを入手しましたので、まずは下準備をしていきましょう。あれ、ダーナちゃんがいる。話をすると、武器の調整をお願いしている。半月刀も綺麗に仕上げてくれたと。すげえ腕前だな、カトリーヌさん。あのローブの人の言葉、ラクリモサ、大樹本来の役割わからんということかな。ちょっと粘石を手に入れましたので、くべてもらいましょう。まずは武器かな。何を鍛えるの？セレストリア、これを錬成する。はてなはてなはてな、もともとはてなはてなはてなだっけ。カドゥケウス、何使った、ちょっと材料が分かんなかったな。さらにいけるじゃん。龍門なんちゃらを使うね。交換イリアハーツ。こっから先はちょっと無理だね。龍門岩が足んないのか。龍門岩って交換できないかな。ちょっと材料不足になってるね。アウラソウ、知らん。特別な薬の材料、北部で大量に見つけた。アウラソウを追加しておいた。いやー、そんなことよりさ、龍門岩みたいな、それが欲しい。これは交換でいいんだっけ。龍門岩みたいなのがあるかな。いや、ここにはなさそうだね。じゃなくて希少品も見よう。龍門岩、竜鱗とかもあるけどね。いやー、なんかすげえレアなものは確かにあるんだけど、あった、離礁石がすんげえ必要なんだ。マジか、8個で3つ必要なんでしょう。ちょっと無理だな、これは。しょうがない、材料不足だ。あとは跳躍しよう。いや、こいつの話なんてもうどうでもいいよ。跳躍、ヒールポーションが3つしか持ってないからね。で、ジギタリスもな、減ってきたんだよな。さてさてさて、あとは強化だね。漂流村の防護策、また離礁石使うのか。レベル上げよう。よし、完成だ。で、ここはもう全然龍門岩めちゃ必要になるね。でこい。設置数を増やすか。了解、ちょっと待ってな。さあ、できたぜ。さらにレベルも上げよう。引き受けた。よし、完成だ。これはもう無理だね。バリケード、バリケードはもう全然材料がない。統制機器も材料がない。スタン、レベル上げよう。よし、引き受けた。よくわかんないけど、すんげえ使った気がする。いろいろとアウラ装とかも必要なんだ。いやー、もう無理だな、これは。もういいのか。追撃戦を開始しよう。大いなる進化の系譜、ウェイブは3、かつてない規模で古代種が集結している。見慣れぬ種もいると。なんとか乗り切りましょう。任せたまえ。さてさてさて、まずは敵が出てきたらドラを鳴らすか。上から来てるね。助けてくれてありがとうね。こいつはなんか早いね。必要なダーナちゃんは武器を強化したからね。あとこいつはあれか、落車に任せるしかない。
あとこっち、こっちも来てる来てる来てる。うわ早いよ。強引に行こう。強引に行ったらぶっ倒されたな。船長、見守っていてください。これ誰の言葉もう銅鐸を叩いてる暇がないね。これ一応叩きに行く。ほい、聞いてんの聞いてないんだろ、分からんの。一回倒した。マジか、奇襲。奇襲とはいえな。これなんだこいつ、ちょっと使おう。この時ってさ敵動いてないよね。これでおー終わりだ。よし、チャンスがあったらもうどんどん使っていこう。何こいつ、めっちゃガードされてるよ。リコッター、あ、あそこを狙うのか。とりあえず狙おう、強引に。ほら、よし、次こいつベイルカーン。やばい、技ゲージが全然ない。しかもこいつはやれやれ、ちょっと待ってな。どこ行った、もう壊されんのよ。あれ壊された。いや古代種はねきついんだよ、なんだかんだで、ね、マジで。ウェーブ1バリケードが壊されたね。ドラとかマジで鳴らしてる暇ないわこれ。タナトス、さすがだな。さすがと言える人たちがみんな頑張ってるね。ここから立て直す。これこっちに来るまで待った方がいいんじゃない。ブレイクした、助かりました。あっちでブレイクしてもね、何なのっていう感じだからね。落車ね、頼むよ。もう俺は強引に行くしかない。よし、戻れ戻れ、不意打ち来た。こいつはまだ必殺技を使うほどのあれではないよな。よし、ここがいっぱいでミスりでしょう。もう割かしめちゃくちゃだけど、巨大な敵が出てきたらもう一気に必殺技をかまそう。向こうにも一回ね、とりあえずドラを鳴らす、ドラを鳴らしながら攻撃をする。大増されてるな。おお、一気に優勢になるね。ただどこ、ここか。これもうさ、こっちいいじゃん。ひたたた使おうとしたら全然使えなかったな。え、壊された、あ、ボスちゃん。まだあっち、うわ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 、でこいでこいでこい。こいつにはせめて死んでもらう。敵は確実に止まってるね。どうよ、もはや分からん。なんか誰かが、あ、敵か、毒になってるのか。これ毒でこいか、ちゃんと毒になるんだね。てかデクすぎだろこいつら。やられた、デコイがやられた。よーし、おお、ただすっげえアイテム手に入るねこれ。竜輪とか
まあ離礁石とかのね石が欲しいんだけど。出れるの。いやこいつら強すぎだろ、うん、やるじゃないか。こんな古代種相手に。さして最後の第3ウェーブ。やたら古代種が多い。彼らの様子北部でも違ったと。おお、これは確実にボスクラスだ。やる気満々マン。ん？どうしただな。あの古代種は来るぞ。構えろ。何？わからん。そろそろ週末なんとか頑張りましょう。ボスを撃破。支援させてもらうよ。まあこれボス狙いでいいかな。待て、一回龍気を使う。でそこから必殺技を叩き込む。龍気必殺技。あれ倒した。いや弱かったな。ただすげえいいの持ってんね。川柳の置き場とか。龍気強いね発動すると。あれミラルダさんいつの間にか1位になってる。ありがとうございます。助かりました。ステージクリア。ただまあわりかし破壊されたけどね。 A ランク上出来ですね。やりましたね。大したもんだ。なんかすげえいいの手に入れてんね。忍者の身を焼くダンディールの暴角離礁石。いや一回ちょっと素材集めもしたいね。大した戦闘力だったな。そうか。しぶとすぎ。そうか。今の古代種私も見たことない。珍しいのか進化したのか。少し違う。古代種の歴史は人間より早くじゃねえ、はるかに長く、その間に多くの種族がいた。エタニア以前のもの。なぜそんなことがわかる。まあ確かに今ここに現れた理由だよね。おーい、まだいるの。必殺技使っちゃいましたよ。ドギたちに手伝ってもらいたい。確かにね。向こうは向こうで苦戦してるんじゃないか。いるならいるって言ってくれよ。ウェーブ的なものじゃないよね。普通に多分ボス戦だな。あれ。なんとか古代種たちを退けたアドルとドギ。襲撃は断続的に続いたと。食料の備蓄はあるけれども次第に追い詰められていくことは明白だった。合間を縫って早急に対策を話し合うことにした。いや確かにずっと襲撃来てたら身も心も疲れちゃうよね。
今日でもう4日目、4回目か。籠城。ジリ貧なのは目に見えている。持って1週間。ここは打って出よう。むむ、古代種がどこから来るか状況を把握する。転移があると。なるほど、追撃の合間にちょい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 探索するわけね。慎重に転移先を選ぶ必要がある。より効率的に把握できる場所。山でしょ。ジャンダルム。そんな危険な場所だったっけ、ジャンダルムって。もう一回山越えしてるからね、大丈夫な気がするんだけど。今だったらここは俺たちでしのぐこともできるだろう。なんでわかる？パロに連絡を頼むとしよう。すっ飛んでくるかな、あいつ。マジ早いよね。はやぶさ並みの速さだからね。でね、本当だったらね、ちょっといろいろとやりたいんだけどね。シスタニア強いな。その通りだ。心配いりません。何か出てるかね。あ、そっか、こういうのもやってないよね。バルクイラ進行中。輝ける鎧。ヒーロー金か。あとは白酒の調達。ちょっとなんか鎧作りたいからね。ヒーロー金、話を聞いてみましょう。話をする。掲示板も見たよ。おお、さすがだなこいつは。黄色金製の鎧。膨大な時間がかかる。純度が高く混じり気のない黄色金。確かに欲しいな。どっか地図で記されてないかね。ここが目的地か。だとこれがなんかあるとこだね。見晴らし峠。あ、これあれか、どかせることができるところか。これはバルクイラ討伐。ここら辺転移できねえじゃん。北部に転移ができないんだ今。となると一番近いところはどこ。ジャンダルムの小屋から登っていった方がいい。山頂から行った方がいいのかね。これどこ、ちなみに。分からん。山頂が一番見渡せそうだけどね。ここが普通にこう。もうただこいつはすげえ雑魚だからな。どっちだ、こっちに下っていく感じでいいのか。
とマップを見よう。マップをこれがどこなんだか分かんないんだよね。行って行ってこれも下に降りちゃっていいわ。え、どこだ。おお、ちょっと曇ってる。一応古代種がいるね。まあただ弱いけど。よーし。で、マップちょっと見ながら行こう。こっちに来てる？どこだ？マジでわからんな。中腹、小屋に行ってみる。転移はすぐできるからね。さてさてさて、転移してきましたよと。このまま先へ進んでいけばいいのかな。登っていきますか。ま、ここら辺の敵は全部シカトでいいでしょう。これ登れる？全然登れないわ。待って待って待って。アイテム冒険具、これはもう今いらないからね。ほい、よし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 、いった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 いはい、オッケー。どんどんジャンプしていこう。あれ、2段ジャンプでこっちとか登れないの。痛い痛いこれはこのままいいでしょう、突っ走って。さあどんどん行こう、どんどん。でこいつらも無視しよう。上に登ってやっぱり下から降りてきた方が早かったかね。ここが一番早いのもしかしてでマップもうちょっと見ますか。先へ行きましょう。急げ急げ。そういやさ、足が速くなる装備とかあったよね。これはこのまま突っ走る。一応目的地が見えたは見えたけど若干位置がずれてるね。どこだ。結局この曇ってるところに来てるけどわからんぞ。走れ走れ。これは登るんだっけ。どこへ行けばいいんだ。いいのか本当にただ突っ走ってるだけなのに突破したな。痛い痛い。これこのまままた山頂に行っちゃうんじゃないの。あれ結局こっちに来ちゃったね。山頂から先へ行くのかもしかして。もうわからんわ。転移しようすぐ転移する。山頂からじゃあエタニアの方に降りる方向で行こう。こっち側
どうよこっち側。あーなんかぽいね、本当の山頂の山頂だったんだね多分目的地が。ハドルに頂上着いたぞ。ここに来るまで結構苦戦したな。どうなっている。全然わからん。やはり古代種の数が確実に増えていますね。なるほど、俺には全然わかんなかったけど。お、なんだありゃ。どうかしたのか。下だね、始まりの大樹が。どういう状況これ。ありゃ霧なのか。幽霊船の時の霧とはちょっと違うな。ええ、大樹の周りに渦巻いてまるで眉のように見えます。大樹にはもともとあのような性質があったりするのか。ううん、あんな姿は初めて見る。一体何が起きて。お、あれを見てくれ。ん？飛んでるやつ？エタニア紀以前の古代史です。どういうことだ。あの古代史たちは霧の中からやってきているとでも言うのか。この場所からじゃこれ以上のことはわからないかな。アドレさん行くか。心配は心配だけど大樹行こう。ああ確かに大樹をこのまま放っておくわけにもいきませんね。漂流村に一度連絡を入れてから近くまで行ってみましょう。漂流村に連絡を入れて互いの状況を確認した。相変わらず断続的な襲撃。今ならまだ留守でも持ちこたえられる。よし、じゃあ行くか。これ転移できるのちなみに。ここが目的地か。転移はできないね。自力で行けってことか。とりあえずここでしょ。敵はどうなってるの。これってあ、雑魚だね。じゃあまたサクサクサクっといけるとこまでどんどん下っていこう。あれ、こんな人いたっけ。こいつは強いね、わりかし強いね。雷装爪みたいなの持ってるから、やっぱりあれだな、古代種が増えてんのか。60レベル。あれ、俺ぶっ倒れてる。まあ物はね結構いいの持ってるね。倒れるな。ダメージもわりかし食らうね。やっぱり防御が弱いのか。じゃあどんどん下に降りていこう。もうこいつがいっぱいいるんだな、ここは。
ょう。こいつらをぶっ倒してちょっと SP を上げとかないとな。でこっちか。この中ってどうなってたっけ、あんま覚えてないな。とりあえず突き進んでいこう。進むだけどんどん進んでいきましょう。この硬いやつも無視して、おお、こいつはなんだ、間違えた。いきなり草技を使おう。68レベル。まひってるこいつ今。いいね、まひってるね。このまままひってる間にぶっ倒したいスパークチーターをひらめいた。ミストラレってよくわからんけど、いやめっちゃいっぱいひらめいてるね。すーげえ、なんかよくわかんないけどいっぱい手に入れた。でまた必殺技も溜まってるね。もうザコッパは正直相手にしている時間はないんで、俺は強いやつと戦う。そして素材をください。でどこに出てきた、まだもうちょっと進んでいけるかな。あれこれなんか木が生えてるね。木がどんどん生えてってんのか。どんどん降りていきましょう。あれこっちだったか。あそこにも古代種がいるけど、まあ無視しよう。おお、すげえ。それにしても大樹に一体何が起きたっていうんだ。それは誰にもわからない。でも嫌な予感がします。何だろうこの感じ、何か大切なことを思い出せそうな。めっちゃ追われてたな。下とかすっげえいっぱいモンスターがいるんだけど。でこっちから降りてはいける？いけるね。よし、こっちで大丈夫だね。めちゃくちゃ電撃が来るな。ん？今一瞬もやっとしたけど特に意味はないか。ここそうか、あれだったね。でこいつギガンタイラン、ギガンタイラン60レベルだからな、もう弱いよね。ここはまあ一応鉱石を取ってきた。敵対とこうとかな、すげえ今更感はあるけどね。もうこいつも雑魚でしょう。ほい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 、痛い。降り押して竜輪をゲットした。オーケーオーケーオーケー。まあそれなりにいいアイテムは持ってるかね。ついでに多分あいつも倒したんだな、ライヤリみたいなの。うわー、こいつだっけ強いの。龍気を使ってから必殺技を使って龍気を解除するっていう、そういう方向でもいいかもね。ちょっと落車チャーン。後ろからジャンプやったら、なんかすげえ熱くなってんだけど大丈夫。もうマジで撃って300とかすっげえ食らうんだけど。
巻き出せてくれ、マジシャンちゃん。ダウンさせたか。うわめっちゃ覚えるなこいつ。道的にはこっちでいいのかな。いやあいつは倒して素材をパクっておきたいね。テンペルサンド普通に飛んでるわ。交代種霧の中から出てくる。だんだん広がっている。気をつけながら奥へ進んでいこう。あれどっかセーブポイントらしきものなかったっけ。ちょっとセーブポイントのところまで行きたいんだけどな。あ、あったあったあった。一旦ここで休んで、じゃあとりあえず今回はこれで終了して、次回は、またエタニアの霧の中ですね、進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。